はい、ここではレッチリのロードトリッピンのギターの弾き方を解説したいと思います。まずパターンを聞いてみてください。はい、このようなパターンとなってます。それでは、解説していきます。まず最初 E マイナーですけれども、通常 E マイナーは6弦開放、そして5弦と4弦の2フレット、そして3、2、1の開放ですね。こういう E マイナーで弾くと思うんですが、今回はベースとメロディーを分けて合わせて一緒に弾くパターンになりますので、4弦の2フレット、これを人差し指で押さえて、そして1弦の3フレット、これを中指で押さえてください。そして、このというパターン、一見複雑そうに感じるかもしれないんですが、ベースとメロディー、これを分けて弾いてるというふうに考えると分かりやすいと思います。まずですね、これを押さえた状態でベース音だけやってみましょう。ベースは全部四分音符でやっていきます。今やったように4弦6弦4弦4弦6弦4弦4弦4弦、これを四分音符で1 1 2 3 4 1 2 3 4と言えます。これだとそんなに難しくないですよね。一緒にやってみましょう。1 2 3 4 1 2 3 4、何度か繰り返しましょう。1 2 3 4 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 1 2 3 4
いと思います。メロディーがこのように入ります。メロディーは中指と人差し指で担当します。中指を1弦に準備しておいてください。そして人差し指を2弦に準備しておいてください。そしてリズムが1、2、3、and 4、and 1、2、3、and 2拍目で1弦、そして3拍目の裏で2弦1、1、2、3、4、and と入ります。1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4。 はい、これで1小節目ができました。2小節目がというタイミングになります。今度はもう一つ最後に1弦が加わるパターンで1拍目で1弦、そして1 and 2 and 3 and 4 and 2拍目の裏で2弦、そして3拍目の裏で1弦、 1 and 2 and 3 and 4 and、 このタイミングです。 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1小節目からやると1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and、 このようになります。2小節の繰り返し、メロディー部分だけ一緒にやりましょう。 1 2 3 4 1 2 3 and 4 and 1 and 2 and 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 3 and
だいぶ体に入ってきたでしょうかね。これだけ体に入ってきたら、やっとここでベースライン、これと合わせることができてきます。合わせると1、2、このようになってきます。 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4、合わさるといきなり難しくなるかもしれませんが、ゆっくり、数を数えながらやっていくといいと思います。皆さんも練習の時にこの1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 というふうに声を出しながらやっていくといいと思います。 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and 4。 どうでしょうか、体に入ってきましたか。それではあとの2小節、3小節目から4小節目、このパターンを紹介しましょう。これは C コードなんですけども、ただただこういう押さえ方で全部鳴らす C ではなくて、5弦の3フレット人差し指で押さえて、そして2弦の5フレット、これ小指もしくは薬指で押さえてください。そしてこれもベース部分と分けて考えていただけるといいんですけれども、まずベースはシンプルです。5弦をこのまま1、これだけです。 1, 2, 3, 4。 そしてメロディーが1, 2, 3, and 4, and。 最初の1小節目と同じように2拍目と3拍目の裏、この時はメロディー部分は薬指人差し指が先ほどまでやった1弦2弦から2弦3弦へ移動しておいてください。そして1 and 2 and 3 and 4 and、 このように弾きます。 1 and 2 and 3 and 4 and、 これが合わさると1 and 2 and 3 and 4 and、 このようになります。もう一度やりましょう。 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4。 はい、そして最後、これはですね B 分の、G オーギュメントということです。名前は難しく感じるかもしれませんが、ただただこの3フレット5フレットのこの形が半音ずれただけということで、5弦の2フレット人差し指、そして2弦の4フレット小指もしくは薬指で対応してください。おそらくレッチリの発想としても、ただただ半音ずらしたという感覚でやってると思います。そして、この時もベースパターンは四分音符で1 2 3 4とやっておきます。そしてメロディーは1 and 2 and 3 and 4 and、 これも2拍目と一緒です。1で2弦、2拍目の裏で3弦、そして3拍目の裏で2弦。メロディーだけでやると1 and 2 and 3 and 4 and 1、 このようになります。もう一度やりましょう。 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and、 これが合わさると1 and 2 and 3 and 4 となります。それではゆっくりから、4小節これを通してやってみましょう。いいでしょうか。数を数えながらゆっくりやりますので皆さんも一緒に弾いてみましょう。 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3
どうでしょうか、追いつけていますか、これぐらいで慣れたらちょっとずつ早く1, 2, 3, 4, 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 1, 2, 3, 4,
これぐらいになるので、もう数として1 and 2 and だと追いつかないので、1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4と数えながら1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4、数は1 2 3 4 1 2 3 4 と数えながら間に、裏を入れる感覚ですね。1 2 3 4 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 1 2 3 4
しておいてください。失礼します。